はい、こんにちは。VBSS チームデスマッチ使うのは MDR。で、なんかボックスからね、変な色の MDR が出たんで、こいつを使っていきます。ホワイトタイド？タイドってなんだっけ？潮流だっけ？わかんないけど。まあ、そんなね、感じの、なんか白い銃がね、手に入ったんでね。なんかガンダムみたいだよな、これ。ガンダムのビームライフルみたいなデザインなんだけど。なんか、ダサいっすね。ちょっと色が。まあいいんだけどね。さあ、裏取って。はい、裏取って背中を撃っていく。ヘッドショットして、奥の敵も倒していく。あ、やばい。やばいやばい。しかも、ハンドガンもなんか当たったやつ使ってますね。これ、M45C9。結構新しい武器じゃないですか。M45 ってあれだよね、1911の派生で新しく採用された、割と最近のハンドガンですよね。うわ、クソえ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なんか重い。なんすか今の、めっちゃ重いんだけど。なんかね、スチーム版、たまになんかラグイラグイって言って、止まることもあるね。なんかザワールドが発生したりするんだけど。なんかね、ガビガビになったりするんだよね。さっきみたいに。ちょっとなんか安定しないね。なんか日本版と違って。まあ、人いるからいいんだけどさ。まあまあ、人いるからいいよ。ハンゲーム版はチームダスマッチなかなかできなかったからね。さあ、裏を取って、背中から。下手だな、こういう時俺。さあ、やれ。当たらねえし。さあ、一人倒して。で、リロードして。はい、後ろからバレていく。これどうなんだろう、この銃。強いのかな。お、なんだこれ。リロードしたのに。リロードしたのにあの状態っておかしくね。カチャってやつ、下げないのかね、この人。ね。さっきの、おっと、グレネード投げてる、そこの君。危ね。見られてる。超見られてる。いてー。なんだろう、この反応が。おっと、頭抜いていく。上のやつ、上がりながら、ヘッドショット決めていく。さあ、今回結構、あ、いるね。見えてる見えてる。おっと、後ろにもいたか。今回上から行こうかな。よし。一人やって、もう一人。ああ、あんま打ち合いがね、慣れてない人が多いな。さあ、ここで待機。あ、やべ、ぼーっとしてた。いた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 。あははは。背中当てただけで終わっちゃったよ。しかもグレードの範囲だし。ああ、ちゃんとレバーを下げてるね。うわ、ラグい。ん？後ろ？おお、ナイス味方。ヘッドショット決めていく。ライフロックか。おっと？サブマシンガンか。いやー、なんかこんなに白いとやっぱりガンダムなんだよな。ガンダムのビームライフルにしか見えないんだが。おっと、いたいたいた。もう一人。ヘッド抜いて。うわ、すげえ出てきたよ、もう。なんかレフトフォーデッドみたいにいっぱい敵出てきたよ。さあ、今度右側がね、誰もいないんで、今回、こっち側を。もう敵もいないわ。さあ、出てこい。出てくるでしょ。おっと、出てこない？さあ、中入って、後ろから撃っていく。奥のやつ、敵のやつ、敵のやつじゃない、手前のやつ。うわ、倒せなかった今ので。肩撃ってたか。おっと、危ね。なんとか一人やる。なんとか一人やって。爆弾持ってる。
うわ、やばい、やばい、やばい。ハンドガン。あ、ちょっと食らっちゃったな。リロードして。味方の数がすげえな。あ、これまずいな。あそこに溜まってんのか。よし、なんとかヘッドショット。最後にヘッドショット決めていく。もう上がってくるでしょ。はい、上がってきた。ヘッドショットして。もう一人。はい、もう一人。当たんね。あ、いいね。降りて。お、後ろから。おお、マジか。ちょっとブレちゃったな。左。あ、奥ね。こう入っていって、ここに待機しつつ、出てくる敵、上から降りてくる敵を注意する。はい、頭抜いて。これはね、簡単です。おっ、今いた。降りてきた。あいつもやる。リロードしたい。おっと、危ない。もう一人。さらに、あー、ちょっとやばいか。最初は多かったからな。打ち合いだとね、あの順には負けないんだけど。さあ、あ、ちょっと待って、これ200か。長いな。150がいいんだけど、どっから撃たれた今。奥かな。奥っぽいね。いや、ダメだ。見られてるな。あそこで見られるとめんどくさいんだよね。出てきた。一人。もう一人。さあ、やっていく。あれは下いか。よしよし、なんとかやった。で、降りながら。おほほほ。下の台に引っかかって、ちょっと照準が上の方に行ってしまった。下を攻めていく。いない。さあ、ここ、上のやつ、ヘッドショットして。いるね。お、味方ナイス。さあ、もう一人。いや、今いたんだよな。上にまだ一人いるんだよな。よし、頭抜いて。さあ、どうなる。よし、頭、がっつり狙って、ヘッドショットしていく。お？あ、いたいたいた。はい。さあ、あと二人。あと二人じゃない。あと、二人と50人。横から？あ、いいね。見えてないね。さあ、フロートで、どう打ちかましていく。さあ、今度ここにしゃがんで、上と左をちょっとずつ意識して、あ、奥にいるか。さあ、上の、はい、頭抜いて、バレたんで、ちょっとしゃがむかな。しゃがんで、おっと、進んできてる。やつを倒す。おー、ハンドガン持ち替えて、もう弾ないじゃん。はい、弾ない、青い。なかなかの暴れっぷりですけどもね、MDR。このハンドガンがまだ活躍してないな。スチーム版になってからハンドガン縛りをしてないんで、今度やろうかな。で、ジャンプして。さあ、奥。奥からやっていく。まあ、手前に気づかれてないんだったら奥からやるよね。あ、巻いてるし。まあ、こっち見るしかないか。で、あ、いるね。サクッと、一人倒して。あ、カバー入った方がいいかな。いいかな。いや、行った方がいいな。え、一人、二人、三人。いいね。あ、そっちにいるんかい。182対98って、これダブルスコアじゃん、もう。ガンガン攻めていくよ。で、マップ的にはまだ奥に敵が。釘付けに。あ、意外と入ってきてるね。どうしよう。上。いや、下だな。なんとかね、下、ここもね、戦いやすいんだよね。全然違う方向見てるし。さあ、ヘッドショット。あ、できない。ヘッドショットできない。残り10人。残り11人中、何人倒せるか。残り10人。ちょっともうガンガン。はい、ヘッドショットしていく。
もうヘッドショットをもうガンガン狙って、奥にいる。で、手前のやつ、こうやって頭抜いて、こいつも頭抜いていく。ガンガン抜いていくよ。残り6人。さあ、奥から出てきたやつも、はい、ヘッドショットしていく。で、やばい、青いやつはヘッドショットできずに。あ、終わったな、200。ほぼダブルスコアで、なんとか。1位を取ることができたか。いつも使ってるやつなんでね、使いやすいですね。ということでね、今日は以上です。